型不要でトースターまで5分。濃厚チーズケーキの作り方を紹介するよ。チーズケーキは美味しいけど、型やオーブンが必要だからめんどくさいって思う時があるよね。でも大丈夫。簡単で美味しくできるレシピありますよ。空いた時間にダンスやカラオケを楽しんでね。まあ私の場合はこたつでテレビかな。え、だから太ってるって？お褒めの言葉ありがとう。材料はこちら。チーズのダブル使いが美味しさのポイントだよ。まずはじめにトースターは180度でスイッチを入れて予熱をします。次に型作り、アルミ箔を2枚重ねて中央に直径14センチくらいの器を置きます。側面に沿って上に折って、高さ5センチのところで下に折り返すと型になるよ。さらに上は少しだけ外側に折り返すと強度が高くなるよ。ほら、型ができちゃった。手作りだと思い通りのサイズの型になるから、いろんなケーキ作りに使えるから便利だよ。続いて生地作り。クリームチーズを耐熱容器に入れてレンジで加熱します。柔らかくなったらホイッパーで滑らかになるまで混ぜてくださいね。次にチーズが温かいうちに牛乳を加えて混ぜます。溶けるまで混ぜてくださいね。次に卵、グラニュー糖、ホットケーキミックス、粉チーズ、レモン果汁を加えて滑らかになるまで混ぜます。粉を直接加えているからちょっとダマができやすいんだけど、よく混ぜると滑らかになるし、チーズケーキの場合は私は気にならないんだ。え、何？おばさんだからって？もうそんな扱い、イカリング。次にトースターの天板に型を置いて生地を流し込みます。手作りの型の場合、入れてから移動すると崩れちゃうから、型を天板に乗せてから生地を流し込んでくださいね。次に180度のトースターで好みの焼き色がつくまで焼いてくださいね。最初は生地の中央がへこんでいるんだけど、膨らんできたら焼き上がりのサインだよ。気になるようなら竹串を刺して確認してね。うん、いい感じ。あとは天板の上で粗熱が取れるまで冷まして、冷蔵庫でしっかり冷やしたら完成だよ。好きな大きさに切って食べてくださいね。クリームチーズとパルメザンチーズのダブル使いだから濃厚でコクがあって美味しいよ。簡単だからぜひ作ってみてね。このチャンネルでは美味しい料理やお菓子を簡単にアレンジしたレシピで紹介しています。おばさんたまに勘違いしちゃうけど、料理や編集は頑張っているよ。ぜひまた遊びに来てね。